ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がフォルクスワーゲンゴルフ GTI TCR 2020年式1800キロのお車になります。はい、やってまいりました。限定車やってまいりましたね。限定車です。だから600台ぐらいの、はい、そうです、全国600台の限定車ですね。はい、で恥ずかしながら僕、はい、TCR って何のこっちゃだったんですけど、はい、なんかその国際規格レースの、はい、そうですみたいですね。はい、言うならばこの WTCC の、はい、とかそういう並びの並びですね。はい、まあ、今やってるレースの企画なんですね。はい、そうですね。で、まあ、それを、まあ、ストリートバージョンっていうんですかね、まあ、落としてっていうかいうオマージュした感じ、オマージュした感じですね。はい、で実際ゴルフも当然ながらその TCR に参加してて、はいはい、もちろんバリバリのレーシングカーも当然走ってるわけなんですね。はい、走ってます、走ってます。はい、でそんな車をちょっと今回ご紹介させていただきます。はい、でまずボディカラーなんですけど、はい、なんか通常4色ぐらいのラインナップっていうことで、そうです、4色でラインナップしてましたね。はい、白と赤と、はい、黒と、はい、グレーですかね。グレーですね。はい、でなんかイメージカラーみたいなグレーの、グレーですね。はい、通常ラインナップにないカラーだったんですけど、そうですね、今回この逆に通常カラーの白がいいなと思って、はい、本当パッと見どこで区別をつけるんだっていうところにはなると思うんですけど、ちゃんと変わってるんです。まあちょっとこのリップですとか、あとはまあ横行っていただくと分かるんですが、ホイールがもうこれ専用になってますんで、まあ、あとは後ろからですね見ていただくと、まあ、ディフューザーですとかマフラーですとかっていうのが変わっておりますので、分かる方が見ていただければ分かります。なるほど、はい、通好みな感じに仕上がってる。そうですね。はい、でなおかつよくあるこうドレスアップだけした限定車じゃなくて、はい、しっかりエンジンなんかもパワーアップしてる。はい、エンジン、足回り、ミッションも、デフが多分変わってますんで、はい、全然違うものになってますね。はい、もう言うならばこう羊の皮をかぶった狼みたいな、ですね。はい、もうしれっとした感じが最高です。まあ、見た目わかんないんですけど、はい、ちょっと隣に並んでちょっと煽っちゃったりするとぶち抜かれる可能性がありますので、はいはい、そんな車、そんな感じですね。はい、でまあ、外観に関しては基本的に、はい、GTI のパフォーマンスをベースにした感じになるんで、はい、そうですね。まあ、専用のちょっとそのエアロパーツ関係ということで、はい、あんまりこう、そうですね、特別になんか、まあ、派手さがあるわけでもなく、はい、まあ、逆にそこがいい感じ、いい感じですね。はい、そして横に行くと横が専用のホイール19インチが19インチになりますね。でこれがサイズが235/35/19ということで、はい、通常の225/35より太くなってますね。ちょっとワンサイズアップしてる感じですね。やはり、まあ、馬力もトルクも上がってるもんですから、やはり太くしないとそこはっていうところだと思います。受け止められないってことですね。そうですね。はい、なんか調べたら290馬力ぐらい出てる。はい、290出てますね。なんか諸説あるんですけど、はい、大体 FF のトラクションの限界が300馬力ぐらいって言われてるらしいんで、はいはい、そうですね。だからもう多分この次のモデルってなった場合にどうなんだろうっていう、ちょっと楽しみと不安といろいろありますよね。あ、でも出てましたよ、はい、それ。あ、出てました。はい、ゴルフ8の GTI、はい、あ、出てました。はい、でもう300馬力でした。あ、もうそこで300いってるんですね。だからでも、はい、多分そこが限界なんだと思うんです。そうですよね。で R モデルの4駆が出てる。はい、ただやっぱり FF は FF はもうそうであれがありますからね。はい、だからまあ今回このモデルの FF 最高峰ということで、そうですね、はい、ちょっと刺激的な車じゃないかなと思います。はい、そしてあと足元的にはローターが、はい、ドリルドになってますね。なるほど、ちょっとその辺でもレーシーさがアップしてるわけですね。そうですね、まあ、ちょっと中にはサーキットで使うっていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういったところ、まあ、もちろん本格的にやるとなると、まあ、変えていくんでしょうけれども、まあ、このまま持ち込んでももちろんちょっと走れるよっていうところにはしてあるんだと思います。なるほど、はい、純正からさらにちょっとドリルドにすると放熱性だったりだとかも高くなりますので、はい、あとはなんかパッドから出るガスがこう抜けるんですね。抜けるって言いますよね。はい、あとブレーキ その対フェード性が上がったりするんで、はい、まあ、その辺が強化されてると。はい、であとは、まあ、ミラーだったりルーフだったり、まあ、随所に黒くなってて、はい、ね、やっぱりちょっと黒くなってるとレーシーさもあって引き締まってる感じですよね。そして、あ、そう、 TCR のなんかその規格が、はい、なんか4ドアまたは5ドアですね。ですね、はい、で当然こう5ドア、5ドアですね、はい、このハッチバックスタイルで、はい、であとサイドのこのサイドスカートも当然黒くなってて、はい、やってまいりました TCR のデカールが。そうですね、まあ、一応横から見ると TCR って分かるようにはなってるんですけどね。でもこの控えめな感じがいいですよね。デカールこうバチェンって入れちゃうわけでもなく、なく、はい、ちょっと違う色のを入れちゃうわけでもなく、そうですね、はいはい、本当に知らない人が見たらこれなんかちょっと何って感じですよね。ですよね、はい、もう下手したらなんかよくアパレルブランドのステッカーとか貼ってる人いるじゃないですかそんな感じかもしれない。それぐらい、はいはい、ちょっとさりげなさがいいなっていう、はい、
で続いて後ろに行くと、後ろも同じようにこのルーフスポイラーが黒くまとめられたりとか、はい、あとこの下のここちょっと激しめですね。そうですね、ディフューザーがなんかこうしっかりこうレース仕様みたいな感じになってますね。そんな感じしますよね、はい、そして奥に見えるのがこのアクラポのマフラー、はい、またこの色もいいですし、アクラポがついてるっていうのでやっぱりちょっとここは本気度が出てるかな。純正でこれなんですよね。純正です、はい、しかもチタンっていう。そうですね。じゃあもう軽さだったり出力だったり音だったり、はいはい、もうトータルで期待していいんですか。期待してくださいこれは、はい、でしかも結構純正でアクラポついてる車って正直あるじゃないですか、はい、ありますね、ポルシェの GT3 でしたっけ、はい、あと M3 とかもあるんですけど、これってロゴ入ってるんですね、しっかり、入ってますね。なるほど、はい、じゃあちょっとただものじゃない感じが純正でしてますね、出てるわけなんですね、はい、なるほど、こんな外観になってます。はい、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、意外っていうところじゃないですかね、撮影者で、はい、ティグアン使わせてもらってるんですけど、はい、そうですね、使ってますね。ワーゲンのこの辺、はい、意外に装備が、はいはい、充実してるんですよ。そうですね、もう基本的な安全装備ですとか、まあ、クルーズ系とか、まあ、そういったのも全部ついちゃってますんで、まあ、なんていうんですかね、安心してお使いいただけるお車だとは、フォルクスワーゲン自体がそういうお車になってると思います、はい、で内装に関してはこのおしゃれさですよ。そうですね、ちょっとこの辺が TCR と、ごめんなさい、パフォーマンスちょっと違うところかなと思うんですけれども、まずちょっとシート、そのバックのところ、GTI がエンボス加工になってるんですかね。であとなんですかね、シートの柄もちょっとこうクロスステッチというか風なこうプリントになってますかね。なんかこれちょっとクラシカルな雰囲気もありますよね。そうですね、はい、一応まあ背もたれとかはモケットですかね。であとはごめんなさい、この脇のところがあるかんで、脇がそこがですね、マイクロフリースっていう、あ、ここマイクロフリースだそうです、はいはい、素材だそうです、はい、もういろいろあるから分かんないですよね、最近本当に、まあ、人工スウェードですね。そうですね、人工スウェードということですね、はい、まあ、蒸れにくいし滑らないし、そうですね、割とこう体に触れるところにおすすめな素材です、ね、まあ、特にサポートとかはいいですよね、そういうのにしてあると。あとはまあ革、合皮なんですかね、これちょっと触った感じですと、はい、だからなんかこう本当にゴルフってもうずっと変わらないじゃないですか。変わらないですね、はいはい、でもなんかこう表現が正しいか分からないですけど、はい、対象者のお手本というか、そうですね、やっぱりそこをベースに持ってるん で、 そうです、ね、まあ、今回の車すごくスポーティーなモデルですけど、はい、だからもう失敗がないというか、ない、外れがないというか、そうですね、はい、まあ、基本はもう普通のゴルフと変わらないので、まあ、どんな方でもまあとっつきやすいというか、でまあスポーティーだよっていうようなお車だと思います。最高です、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、いや、いい感じです、はい、まずはですね、シートは結構このホールドが、はい、そうですね、はい、ホールド性が高い、ね、ここがしっかり張り出してるんで、はい、足元なんかはタイトすぎないですけど、そうですね、はい、で横のこのサイドサポートもしっかり、だからもうセミバケットまでは言わないですけど、はい、かなりレーシーな、そうですね、ちょっと私今乗って思ったんですけど、ちょっとこう後ろに傾斜っていうか、ちょっと強くないですかね。確かにこれ少し、はい、フィットするというかシートにこう、はい、体がちゃんとこう、はい、密着するような、腰がこうちゃんと沈み込む感じ、はい、沈み込む感じでなってますよね、はい、そして調整に関しては全部手動ですけれども、一応、はい、このハイとアジャストと、はいはい、あとリクライニングと、はいはい、前後ですかね、はい、逆に手動は交換です。そうですね、あ、僕ミニのメカニックだったんで、はい、ミニほとんど手動じゃないですか。はい、手動ですね、やっぱりこうサササって調整できる、はい、そうですね、はい、そしてステアリングはこの専用のセンターマーキングが赤いものに、はいはい、なってますね。全体的な形状に関してはそんなに変わらずですかね、はい、はい、ただレザーの質感もかなりいいです。そしてこのメーターがアクティブインフォディスプレイ、はい、またちょっと言いにくい名前になりましたバーチャルコックピットの方がちょっと僕的には馴染みあるんで、すぐ言っちゃうんですけど、そうですね、はい、正式名称はそういう感じらしいです。そしてこれがいいんですよね。そうですね、かけてみていいですか。はい、どうぞ。これがメーターがこの、そしていいのはこれメーターがちゃんとこの位置表示が出せたりとか、はい、そうですね、いろいろこの ACC のこの出せたりとかできちゃうと、あ、ラップタイマーもついてるんですか。この車ラップが測れるんですね。本気じゃないですか。はい、本気の車です。
そして装備関係はこのアシストシステムのところで出せますけど、レーンアシスト、はい、ACC、はい、あとブラインドスポット、はいはい、リアのトラフィックからアラート、はいはい、あとフロントアシスト、はいはい、その辺もしっかりついてて、でこれあれですよ、メーターの表示も全部変えられるんですよね。変えられますね、はい、どれ、あ、こんな感じですね、はい、でこのメーターの中身もこの燃費、ナビゲーション、いろいろ変えられると。だからさすがデジタルメーター、そうですね、いろいろ便利に使えちゃう、ね、はい、こんな感じのメーターになってます。あとこのナビがかなり、はい、僕的には撮影者で使わせていただいているティグワンと一緒なんですけど、一緒ですよね、はい、めちゃくちゃ使いやすい、使いやすいですよね、はい、のタッチパネルでもうちょっと使いにくいタッチパネルのお車とかもあるんですが、まあ、画面も大きいですし、あとそのボタンというか押せるところが大きくて、ちょっとこう何ですか、端っこの方とかってあんまりないので、全体的にもう本当に運転しながらパッっていう風なこともできると思います。そしてカープレイなんかもついてるんで、はいはい、非常にその辺も使いやすいんじゃないかなと思います、はい、であとこの辺がエアコン関係、一応デュアルゾーンになってて、はい、まあ、調整、そうですね、はい、温度はダイヤル式になってますね。逆にもうさささと、そうですね、はい、調整できるんで、切り替えられますね、最高です、はい。そしてこの辺シフト周りがモードの切り替えだったり、はいはい、あとアイドリングストップのオフ、はい、であとトラクションコントロール、はいはい、あとパーキングがこんな感じ で、はい、だからこの辺も全部ついてるんですよね。ついてます。で当然バックもついてて、ついてます、はい、すごくないですか、なんかすごいですね。そして電動のサイドブレーキと、あとこの辺が一応小物入れ、そうですね、はい、あとドリンクホルダーと、はい、すいません、はい、アームレストの中はちょっと小物入れになっていると、はいはい、あとグローブボックスの中に ETC ですかね。はい、こちらの方に ETC と CD 関係、ディスク関係、はい、SD 関係、はい、入る感じですね、はい、で天井に関してはピラー天井全部ファブリックで、バイザーがこのビニールのタイプですかね、はい、ただ黒で統一されてて、クールボックスになってるのかな、多分これ開け閉めで、あ、ごめん、つぶやくのやめてもらっていいですか。すはい、あとボックスの中が、はい、まあ、あの冷風ですとか温風ですとか入るようになってますので、はい、まあ、保温とまではいかないですけれども、まあ、冷たいのは若干維持できたりとか、はい、っていうものにはなってますね。なるほど、はい、そんな機能もついてると、はいはい、そして僕好きなのはこのワーゲン、はい、結構ついてるこのサングラスホルダー、はい、これなくならないんですね。はい、なくならないでほしいです。そうですね、あの他のメーカーさんとかだとだんだんなくなっちゃいましたよね。そうなんですよ、はい、実際ちょっと入れとこうっていうとないので困ることあると思うんですけど、まだ大丈夫です、はい、僕おすすめ装備です、はい、こんなのもついてると。あともう当然、はい、まあ、ペダルとかステアリングとか位置関係も自然ですし、あと僕、はい、すごくいいなと思ったのは、はい、このペダルなんですよ、はい、まずこのフットレストがちゃんと大きい、はい、そしてペダルのこのレイアウトも自然ですごくいいんですけど、はい、ここっすよ、ここ足置いていいのかどうかわかんないですけど、あ、そうですね、はい、ACC とか使った時って、はい、こう右足ってどこに置けばいいか、それありますね、ありますよね、あります。なんかこうブレーキのためにこう構えておいた方がいいのか、はいはい、そうですね、そこちょっと考えますよね、やっぱり。そうなんですよ、はい、でそれがこのワーゲン系、はい、ここにこう置いていいのかわかんないですけど、そうですね、はい、そうですね、こう避けられるっていう。ただこっち側にはそれがないので、はい、おそらく、まあ、そういう用途も含まれてるのかなって気がしますよ ね、 すね、ちょうどいいところにこう足がこう、そうですね、去ってこう、あとはちょっとペダルがちょっとこう内寄りに多分寄ってると思うので、確かに確かに確かに、そこに足が入っちゃうと抜けないとか、そういう防止な壁として置いてあるのか、なるほど、ちょっと何とも言えないですけどね、そこは、はい、偶然の産物なのか分からないですけ ど、 すけど、ね、ちょっと使い勝手的に僕、はい、あの特に高速道路運転する時とかは、ね、ものすごくこの段差だけで運転しやすいなと思って、はい、そうですね、はい、感心しちゃいました。じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います、はい、後ろも基本的にはフロントと同じファブリックと、はい、そうですね、はい、この人工スウェードと、はいはい、の組み合わせで割とスペース的にも広そうですね。そうですね、意外と広さはありますよね。ちょっと乗ってみたいと思います。よいしょ。あ、なんすかね、はい、開口部が広く感じます、はい、広いかもしれないですけど、はい、
そんなに頭気にせず多分スッと入れるかなっていう、はい、車のサイズの割になんかここがすごく広く感じましたよ、はい、そして乗った感じは決して超広々っていうわけではないですけど、ね、まあ、必要にして十分な感じ、ね、はい、上も全然僕175ですけど全然握り拳一つ以上スペースある感じですね、はい、で横のタイトさも意外にないですね。全然そうですね、なんか2人こう今乗ってますけど、はい、全然窮屈感もないですし、あれこんなに広かったっけって今ちょっと思っちゃいました、はい、さすがハッチバックのお手本なんですね。お手本ですね、はい、そうですね、はい、そしてアームレストと、はい、ドリンクホルダー、はい、しっかりついてて小物入れなんかはない感じですね。そうですね、ただここあれなんですよね、はい、トランクスルーになってると、はい、長物もいけちゃうっていう、はい、よいしょ。そして後ろの装備関係に関してはもう本当にシンプル、エアコンの吹き出しだけっていう感じです。調整もなければシガーソケットもないですね、小物入れも何もないと、はいはい、もう割り切っててすごく好感が持てます。こんな感じです。はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクは恒例のこのバッチを、ね、開けていただいて、はい、コメントに困る。そうですね、まあ、どうしてもハッチバックなので、はい、まあまあって感じですよね。容量的に、まあ、これがいっぱいなのかな、これ以上広く作るとするとやっぱり居住空間が狭くなっちゃいますし、まあ、人も乗れて荷物もある程度詰めてっていうところのサイズ感になってます。でも僕ミニのずっとメカニックだったんで、はいはい、ミニから比べると結構奥行きはありますよね、取れてるなっていう感じはしますね、はい、やっぱり。そうですね、はい、そして下にも少しスペースがあって、はい、スペアタイヤなんですね。そうなんですよ、これ多分ゴルフ全部スペアタイヤじゃなかったかなと思うんですよね。ゴルフ R とかもスペアタイヤ入ってた気がするんですよね、はい、まあ、ちょっとその辺は意見分かれるとこかもしれないですけど。そうですね、結局、まあ、ちょっとこういうスポーティーなモデルであればやっぱり軽量化っていうところをやっぱ考えてほしいなっていうのもあるんですが、まあ、パンク修理キットっていうのも確かにちょっと使い勝手的に、まあ、楽なんですけど、うん、後の処理とか考えたりするとっていうのもありますし、まあ、どっちがいいとはちょっとなかなか言いづらいんですが、まあ、使用年数も決まってますからね、はい、そうなんですよね、まあ、あとはスペアタイヤだとエアのチェックとかその辺のメンテナンスも必要ですけ ど、必要ですけどね。今回の車はこんな感じで、はい、ちょっと久しぶりにちょっと見ましたよね、はいはい、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見てみたいと思います、はい、エンジンの方が直四の2リッター、はい、ターボですね、はい、でもう馬力の方が一番最初にも触れましたけども、はい、290馬力ってことで。そうなんです、290まで出ております。標準の GTI が、はい、230ですね、はい、でパフォーマンスが245、はい、それからさらにさらにぐんときましたね、はい、ぐんといきましたね。5馬力10馬力アップどころじゃないですね、はい、そうですね、乗っていただくと分かるんですけど、その、まあ、GTI パフォーマンスと比べて踏み込んだ時の加速感とかやっぱり違うんですよ、はい、そしてもうこれ電動入りしていい車の気がしますね。そうですね、はい、あとはこのパフォーマンスだったら、はい、もっと外観本来だったら派手にしていい気がするんですけど。そうですね、そこをあえてしないというところが逆になんか好感を持てますね。そうですね、はい、でミッションの方も、はい、パフォーマンスと同じ7速 DSG ということで、はい、そうですね、はい、あと電子制御油圧のデフロックが入ってると、はい、まあ、要は LSD がそうですね、まあ、それがかなり効いてるみたいですね。どうしてもこんだけ馬力があって、まあ、本気で走ると多分アンダー気味になっちゃうと思うんですけど、まあ、その辺がなんかうまく抑え込まれてるというか、まあ、抑えられてるんじゃないかっていう話はよく聞きます。もうアクセルオンでグイグイ曲がって逃げそうな、はいはい、そういうお車に仕上がってるみたいですね。ちょっとさすがに今日そこまでは試乗できないと思うんですけど、できないですけどね、はい、ちょっと片鱗を見てみたいと思います、はい、続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ミ
ばいっすよね。音重要っすよね。音重要っすよ。この乗ってるこのテンションが全然多分違いますよね。違いますよね。この音が聞こえる聞こえないって、やっぱエキゾーストの音が聞こえないとダメですね。いやこれちょっとあのカメラ回ってないところでちょっとさっき話出たんですけど、はい、これ R がなかったら、はい、そうですね。もっとこうもっともっと、ね、目立ってたもっと目立ってると思います。R の存在のせいでちょっとこう影に隠れちゃってないかっていう、ちょっとそうですね、薄れちゃってる感じはありますよね。ありますよね。ただダメなんですよ R じゃ、まあ、R がダメなわけじゃないですよ、はいはい、やっぱ四駆と FF 別の乗り物じゃないですか。そうですね、全く違いますからね。僕もうずっと FF 乗りなんで、はい、この FF の楽しさそれを知ってる方にはバッチリなんですけどね。でもなんか全体的にも、はい、あの GTI よりやっぱり R の方が売れてるらしいですよね、はい、あそうですね。いや四駆のこの安定感もやっぱりいいですけど、そうですね、捨てがたいんでしょうね皆さん、はい、ああいい感じですね。ああこういう感じですね。こういう感じでしょう。結構、はい、この普通の見た目の割にスポーティーな、はい、スポーティーですね、はい、そうですね、足回り、はい、ただ全然乗り心地は悪くないです。悪くないですよね、はい、もうこのタンタンタンってちゃんといなしてくれる感じ、はい、で低回転でも音がいい。そうですね、低回転から音がこう入ってくるんで、またこれが気分ちょっと盛り上げちゃうんで。そして、はい、全てにおいて癖がないんです、はい、癖ないですなんかその位置関係もそうだし、はい、シートもそうだし、はい、視界もそうだし、はい、だからすげえよくできてますね。やっぱりこうパッと乗ってパッと運転できる車じゃないかなと思います。本当本当本当、はい、これどうやって使うのってないじゃないですか。ないですね。エアコンもそうだし、ね、ナビもそうだし、はい、ライト周りもそうだし、すごいナビなんかも分かりやすいですからね。これメニューがあと、はい、ACC めっちゃ使いやすいんですよ。あこれそうなんですか、はい、めっちゃ使いやすいです。ただ、はい、この ACC のこの性能っていうか何ていうんですか、はい、的には、はい、あのやっぱりその上の高級車に比べると、はい、ちょっと加速減速が極端だったりとか、あ、はい、そうですね、そういう味付けがちょっとありますよね。たまに迷子になったりとかってあるんですけど、はいはい、全然普通にあの優秀に使えますよ。あ本当ですか。よく名古屋の往復であの、はい、ティグワン使わせてますけど、はい、あのもうめちゃめちゃ使えます。さすがにちょっとそこまで使うことないですからね、ちょっと市場だと、はい、いや音いいな。モード切り替えもしっかりついてて、そうですね、はい、今ちょっとスポーツになっちゃってるのかな。ちょっと一回コンフォートあたりにしときましょう。もはやこの車にエコいらない気がするんですけど。そうですね、はい、エコ入れる人いるんですかね。いや結構でも燃費が違ったりするから、はい、街乗りとか遠出する時なんかはそうですね、エコにするとだいぶ違ったりすると思いますよ、まあ、渋滞してる時とかもエコにしておいた方がいいでしょうしね、はい、いや乗りやすい。ちょっとこの290馬力たるところも全然まだ見れてないですし、はい、そうですね、はい、このペースだと多分 FF でも四駆でも関係ないんでしょう。関係ないですね、はい、だから別にあれですよね、290だからといってなんか極端に扱いづらいとかそういったことないですもんね今見てる限り、はい、いやもう最高ですよ。やっぱりミニのメカニックの時もそうだったんですけど、はい、ゴルフとミニってこう割とこう、まあ、そうですね、競合、はい、なりますよねみたいで、はい、こうゴルフ乗ってた方はミニ乗り換えたりとか、はい、ミニからゴルフ乗り換えたりする方多かったんで、はい、割と触らせていただく機会も多かったんですよ、はい、でやっぱり乗る機会も何かがあったんですけど、はい、やっぱりよくできてますよね。あそうですね、あとはもうこの全てが手動なのもそうですね、全然 OK なんですよ。そうです、ね、もうリアゲートが別にパワーじゃなくても、はい、もうシートが手動でも、はいはい、もうハンドルも手動でも、はい、やっぱりもう BM とかワーゲンってもう作る車すげえなと思ってね。あとは味付けっすね。味付けですね。いやでもコンフォートでも結構マフラーの音音は出ます ね、はい、いい音してます。だからといって極端にうるさいとかないので。そうですね、そうですね、はい、住宅街とかでも全然普通に。そうですね、はい、確かに大きすぎると使い勝手悪くなっちゃいますからね。そうなんですよね。そして思ったのは、はい、ブレーキ
レーキめっちゃ効くんですよ。あ、効きます、はい、めっちゃ効くんですよ。あ、本当だ。そんなにあれですもんね、ちょっと本当に、はい、片押しだからって慣れちゃダメですね、はい、そうですね、いや本当にそうですね。なんかやっぱり見た目的に対抗の4ポットとか6ポットの方が、はいはい、効きそうな感じ、そうなって感じしますけどね。結局パッドとなんかセッティング、ローターのローター系次第だから。そうですね、片押しでめっちゃ効くんですよこの車。でもなんか名車になりそうですね。なりそうですね。ただ隠れた名車になりそう。そうそうそう。そう表立ってかない感じで。隠れちゃいそう。でも結構やっぱり刺さってる人には刺さってるみたいで。刺さってますよね。きっと僕あのゴルフそのちょっと勉強するのに、はい、ゴルフ T って入れたらもう TCR 何やいとかって、はいはいはい、あもう結構もう検索候補で。中古とか、はいはい、本当に根強いファンいますからね、 GTI とか。またこのツーリングカーっていいじゃないですか。そうですね、やっぱり市販車ベースで。そうですね、この改造レースするっていう、はい、でなんかレギュレーション結構厳しくって、はい、なんかホイールは18インチ10ジェーまでとか。そうですね、はい、エンジンもなんか 1725cc でしたっけ、はい、から 2000cc までまでの間って決まってますもんね。出し回りもなんかその構造を変えちゃいけませんとかなんかあるんですよね、はい。でよりなんかこう市販車の究極系ってい う, う,、ね、っていう感じですよね。で F1 とかなんかああいうのもいいんですけど、ちょっとこう市販車からかけ離れちゃってるじゃないですか。はい、そうですね。でも、もちろんそれはそれでいいんですけど、僕的にはこうなんか市販車の延長線上のレースってこうなんかゾクゾクしちゃうんですよ、ね。はい、そうですね、面白いですよね。はい、上がる前にちょっとスポーツモード入れてた方がいいですかね。入れてみましょうか、はい、スポーツに入れてちょっとこのデフ具合が体感できるところが分かんないですね。そうですね、はい、あーまあそうですね、っていうかめっちゃいい音してるそうですね、音がありましたねちょっとじゃあグイッと、ね、グイッといきます。早い早いし、めっちゃいい音してる。いい音しますね。これ2500からのこのブーストかかった時やばいっすね、はいはい、いきなり行きますね、なんかね。やべえ、これ音いい。音いいですね。ほんと不快な音じゃないですよね。すごいいい音ですよね。これちょっとあれっすね、はい、もうちょっと勢いよく踏んだら、はい、ダダダってなっちゃいそうですね。 なると思います。さすが290馬力FF ですからね。これはいいな。いやだってもう4駆だったら絶対滑るってないじゃないですか。ないですね、はい、基本的には。ちょっとだからこうなんかあんまり調子こいて乗っちゃうとどうなっちゃうんだろうみたいないやでも調子こいて乗ってみたいです峠とかちょっと行ってみたいです。そうですね、はい、面白そうですよね、はい、これ速い。めっちゃ速くないですか。速いです。加速感がいいです。なんか四駆のこう、はい、どっから行ってもこう行く感じじゃなくて、ちょっと違いますよね。うん、やっぱり。やっぱこれ面白いっていうのはなんか分かる気がしますね。ぐわーって上がっていくのと同時にこうフロントが浮いてこう、はい、少しトラクションが抜け気味になってるも。いやちょっとFF トラクションの限界300馬力説本当かもしれないですね。そうですね、だからこれ以上になっちゃうと、はい、なかなかめっちゃ速い。すげえいい音してる。これ市販車ってすごいっすね。すごいですね、しかもゴルフで、しかも見た目はほとんど変わらないですからね。そうなんですよ。そうなんですよ。だってこの音とこの走りだったら、はい、本当にもうちょっとこう派手なバンパーとか、そうですね、つけてもいいですよね。ルースポイラーとか派手でもいいっすよね。はい、全然いいと思います。それやらないっていう。やらないんですよ。むしろ内装に関しては、はい、このちょっとタータンチェックっぽいなんかこのおしゃれな内装にしちゃ うおしゃれな人が乗ってるのかなぐらいな感じの車ですからね。これいいな。このデジタルのやつ見やすいんですよ本当に。そうですね、表示もすごく分かりやすい表示の仕方しますよね。
上下決定ですもん、はい、使いやすいし。割とだからあれなんですかね、結構国産からこうフォルクスワーゲンって結構いらっしゃるじゃないですか、はい、だからそういうのもやっぱりこう違和感なくこう移行できるっていうのもあるかもしれないです ね、 ですね。全然とっつきにくさがないです。ないですよね。なんかいきなり豪華になるっていう感じもないですし、まあそのとっつきにくさがないのがいいかどうかはまたちょっとその人それぞれですけど、そうですね、価値観も違いますからね、なんとも言えないところですけど、ただこれは誰が乗っても戸惑わないと思います、はいはい、そうですね。例えばランボルギーニみたいにこう乗って戸惑うのがいい人もいるわけじゃないですか。そうですね。これどうやって操作するのみたいな。ああいうのもこうなんか特別な車乗ってるこうワクワク感とかありますけどね。ありますけど、やっぱり優秀。そうですね。でしっかりブラインドもついてて、はい、ステアリングアシストもついてるんですよ。はい、レーンキープも。はい、だレーンキープも結構、はい、あのグイグイやるんですよね。あ、ちゃんとやってくれる パターンのやつですか、はい、これ、はい、もう本当にあの、はい、添えてるだけで、はい、手離すとなんか、はい、離さないでくださいって出てくるんですけど、はい、あの首都高の普通の5号とかでも、はい、もうグイグイこうもう添えてるだけでもうずっといけるぐらい、はい、結構こう急っていうかきつめのところもいけるんですか。全然いけます。BM とかだとなんかきつめのところだったりするとあんまり打楽してくれないんですよ。もう自分で曲げていかないとダメで、その辺は逆に優秀なんですね。グイグイいきます。ただこの何ですか、自分で走りたい人にはちょっとこう鬱陶しくなってくるんで、はい、あ、そうですね。でこのステアリングのところでオンオフ、はい、すぐできる、切り替えてって感じですよね。あとは高速でちょっとスピード出す時なんかは、はい、レーンキープ、まあ、それも場所にもよるんですけど、はい、落下物があった時なんかはこう避ける時の抵抗になっちゃうんで、そうですね、そうなんですよ、そうですね、そうなんですよ、そうなんですよ。だから前の車についていく時なんかは全然いいんですけど、いいですけどね、そうなんですよ。ちょっと距離開けて落下物が急に出てきたとかになってると、はい、だちょっとその辺も良し悪しですけど、その辺のだからオンオフが簡単にできちゃうっていう、はい、最後ちょっと一踏みしていいですか。どうぞどうぞ。いやでもこれ本当に抜けますよね。トラクション抜けます。これちょっと僕あの峠の上りを走りたいです。そうですね、どうなんですかね、はい、これ下りはちょっと自信ないんで、はい、上りだとこうアクセル抜けば止まります。そうそうですね、止まります。上り全開でちょっと登ってってみたいですね。これ楽しい。そしてこれが外から分かんないのいいですね。そう、分かんないです。本当外から分かんない。ちょっと排気音うるさい車が走ってるなぐらいな感じですよきっと。これ DSG もめっちゃもう速い。すごくないですか。やっぱあれですよね、なんかそのレスポンスめちゃめちゃいいっすよね。めっちゃいいっす。いや楽しかった。隣に乗って未来の名車を感じました。ありがとうございます。コレクション入りですね。そうですね、ちょっとこれはコレクションに加えたいですね。プッチーパフォーマンスのコレクション入りで、いやこれでも本当に欲しいですけど僕。いや、いいと思います。それでは最後になりますけれども、はい、まだまだ買取強化中ということで、はい、3月も絶賛買取期間中でございますので、はい、ぜひ、まあ、大事な愛車を私どもに、見せていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お気軽にお問い合わせください。というわけで今回はフォルクスワーゲンゴルフ GTI TCR をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。